ウッドロード動画家具教室アシスタントの大浦と坪倉でお届けします。はい、今回で第16回目となります。はい、今回の質問、はい、今回の質問はニックネームマギーさん、30代女性の方、兵庫県からのご質問です。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、いつも勉強させてもらっています。私は兵庫県に住んでいるんですが、実はこの前ウッドロードさんに木材を買いに行きました。あっさりだですね。ありがとうございます。お会いしてないのかな、ね、ちょっと声かけていただいた記憶が。はい、ちょっと読みますよ。直接はお話できませんでしたが、ということですね。いなかったんですね、僕ら、はい、吹き抜けから教室の家具作りを見学させてもらいました。皆さん楽しそうで羨ましかったです。お二人にお伺いしたいのは、椅子を作りたくて知り合いの家具屋さんに行って質問した時に、原寸図を描きなさいと言われました。 CAD で描いた図面と原寸図には違いがあるのでしょうか。変な質問ですいません。全く意味がわからなくて、よろしくお願いします、ということです。マギーさんの質問にあった、はい、原寸図ってわかりますか。はい、原寸図は原寸図、なんかちょっと可愛らしい感じですね。原寸図はですね、はい、実際のサイズを図面に起こしたことです。あ、そうですね、はいはい、じゃあ実際描きますか、原寸図と言われると描かないですよ。描かないですか。縮小図止まりです。はい、A4 のほらコピー用紙とか、はい、カレンダーの大きい紙の裏とかに手書きです。あ、手書きですか、はい。まあ、僕らがまあ物作る時やったら、CAD わかります。あ、 CAD わかります。コンピューターで書く図面です、ね、そうですね、コンピューターエディットデザインの略なんですけど、そのソフトを使って何分の1かの図面をコンピューターで書くと、はい、先生も縮小図ですよね。そうですね、縮小図で書くことが多いです、はい。でもマギーさんは家具屋さんで原寸図を勧められてます。そうなんですよ、はい。まあ、CAD がダメっていうわけじゃないんですけど、その、家具屋さん、はい、はる原寸図かけっていう理由もよくわかるんですよ。原寸図じゃないとダメなんですか。僕もさっき言ったように、はい、大半の作品を作るときは CAD で、まあ、やるんですけど、はい、原寸図を書く場合もあって、はい、それは椅子を作るときなんですよ。え、椅子ですか。椅子ですね。マギーさんも椅子ですよ。だからまあその理由も大体考えられるんですけど、あ、まあ何個点が理由があって、まあ、一つは何分の1かで、まあ、椅子描きますよね、うん、図面を、はい。そうするとイメージがつかみにくいっていうのがあるんですよ。なるかもしれません。ちっちゃい、まあ、図面で、はい、例えば、まあ、足の角度1度2度を変えたいとかって、うん、まあ、実際変えた時に、え、大きくなったら、実際それ作ったら、はい、イメージより曲がってたりとか、ありますよね、絶対。ちょっと想像してるものと違うぞっていうことがあるんですけど、はい、大きいもの、実際の原寸図を書いておくと、うん、はい、まあ、実際の線じゃないですか、はい、そうです、出来上がりの線と一緒なんで、ですもんね、なんで、うん、あ、イメージと違うなと思ったらその線消してもう一回そのイメージ合うところまで線引けばいいので、はい、まあ、それ何回も何回もやって自分のイメージ通りに作るっていうことがやりやすいんですよね。面白い、原寸図。原寸図面白いですか、はい。まあ、そういう理由が1点、はい。もう1点は、構造ですね。はい、構造を決めるときに、まあ、例えば細組みであれ、ビス組みであれ、はい、何分の1か、まあ、ちっちゃい図面で、うん、ここにどれだけの細を入れればいいのかとか、なるほどね、だからミス打つ時でも、はい、足に対して両方の方、うん、2方からミス打つ時にもありますよね、はい、あります。そういう時に当たるのかどうか、はい、ぶつからないかどうかとかでも、はい、ちっちゃかったら分かりにくいんですけど、分かんないですよ、まあ、原寸図はまあ実際のサイズなんで、うん、あ、これやったらまあこの大きさやなとか、はい、ここに入れといたら当たらへんなっていうのがパッと見て分かる、はい、一目瞭然じゃないですか、はい。もう原寸図で決まりですね。あ、まあまあ椅子作る時は原寸図がいいかなと思うんですけど思います、はい、もう一点、はい、理由があって、こんな角度、角度ですね。まあ、椅子って、まあ、四角の椅子とか90度の椅子とかやったら、はい、まあ、CAD とかで何分の1の図面とかでもいいんですけど、はい、大抵の場合角度がつきますね。足とか足はね、こうちょっとね、ハの字になったりとかね、ありますよね、ありますよね。そうなった時に、うん、まあ、CAD とかやると、まあ、図面描いたら角度出してくれるんですよ、はい、何度ですよ、これ90.1 です、どうですよとか、はい、っていうこともあるんですけど、はい、それではやっぱりそこから角度取るのって難しいんですね、その細かい数字とか、はい、でも実際の引いた線、はい、原寸図だと、まあ、それを10スクワイとかに当てて、何度かなって測ればいいですか、当てて、はい、だからもうその線も引きやすくなりますし、実際まあ墨付けとか、まあ、加工した時に、はい、その原寸図に置いてみる、部材を、はい、部材置いてみる、あ、違うなとか、あ、おかしいぞと、はい、いうこともすぐ分かりますよね。すね、だそういう理由がある、まあ、今説明した3点の理由があるんで、うん、はい、まあ、原寸図を書くのを多分その家具屋様おすすめしてはるんじゃないかと、いいことづくめじゃないですか、思います。原寸図書くって、そうなんですよ、はい、
なので、まあ、うちの教室でも大概椅子作る時とかは、はい、こう書いてもらって原寸図を書いてもらってます。で今生徒さんの作りかけの作品があって、まあ、今ちょっとあの本組してる、はい、とこなんですけど、まあ、その作品と図面があるんで、図面もあるんですか、はい、わお借りしてきて見てもらおうと思います、はい、これは生徒さんが描かれた原寸図です、はい、これもうちの教室に来て初めて作った作品だから初めてですか。木工やって初めての、なかなかちょっとハードル高そうな、はい、作品ですよ。角度のついた難しいベンチですね、これは。はい、でこの部分が側面図、はい、でこれが正面から見た図の一部です。でこの部分こういうふうに角度が、はい、ついてますね、はい、ついているのと、うん、ここ細胞がどうなってるかっていうのが書かれています、はい、はい、これでこれを元に、うん、まあ、作られたのがこちら。まだちょっと座面まではできてないんですけど、はい、これが作られてるベンチです。めちゃくちゃ立派じゃないですか。これが木工をやったことない人が初めて作った作品ですからね。すごい出来です。ね、すごいですよね。あ、これも原寸図があるからこそこれできたものですよね。そうですね、まあ、横から、はい、まあ、横から見ても先ほど見てもらった図面と、はい、一緒一緒ですよね。一緒です。これ前の部分も全部原寸図書くんですか。あ、前の部分はね、一部分だけ、まあ、この部分だけとか書いてます。まあ、左右対称ですし同じなんで、一部分だけあればそれは大丈夫なんで。これは図面、この原寸図を描いてるおかげで初めてでもこういった作品が出来上がってるということ。よう分かりました、原寸図の意味が。だから多分かぐやさんもそういった理由でマギーさんに言ってくれたはるやと思います、ね、マギーさん、お分かりいただけたでしょうか。私も今回の話で原寸図の大事さがよく分かりました。では、え、もう先生直します。何しますか。いや、もうちょっと原寸図と照らし合わせて観察したいなと思ってたんですけど。それもちょっとこれあの動画撮り終わった後にまたやっていただけたら、名残惜しいじゃないですか。あんまりね、このマギーさんの質問に対してそんな初めての椅子ですよね長くなってしまうと困るので、はい、それではウッドロ、あ、マギーさん、お分かりいただけたでしょうか。これが原寸図の、原寸図があればあんだけね、すごい椅子が、イメージ通りの椅子が作れるということですね。作りやすいということですね。作りやすいということです。はい、ウッドロードではこれからも皆様からのご質問をお待ちしております。質問はこちら、ウッドロードのリンクはこちら、チャンネル登録はこちら、関連動画はこちらまでお願いします。以上、ウッドロード動画家具教室 Q&A でした。